こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は1月の28日の金曜日です。先日のですね、1月26日、衆議院の予算委員会で、岸田総理がですね、この MMT について、これを採用するつもりはないと、こういう答弁をしたということが、この報じられていました。この質問はですね、要は物価安定目標 2%、日銀との政策協定を確認したということを前段でお話になり、つまりこれはアベノミクスの政策をそのまま引き継いでいるということですね。で、そしてその上でですね、要するに MMT、日銀の通貨、国債引き受けを前提としてですね、無限に財政政策出せるじゃないかと、そういう MMT 理論はですね、財政の信任を失うので、採用しないと、こういうことをおっしゃったということで、記事になっていたわけです。ロイターが報じていました。しかし、これは実は安倍政権と全く同じ答弁なんですね。で、安倍総理がもともと、このいわゆる日銀との政策協定で物価、2% 目標ということをですね、インフレターゲットをして、やっていくということを日銀と、協力してやっていくことを決めたわけですけれども、その路線をそのまま岸田政権も引き継ぐと。そして安倍政権の時代もですね、安倍総理に対して私は予算委員会で質問しました。日銀がこれだけどんどんですね、この金融拡大のためにですね、国債を買っているわけですけれども、事実上それによってですね、財政はいくらでも出すことができると。実際安倍政権MMT を採用していることになるんじゃないのかということを質問しましたが、安倍総理もその時は全く同じ、岸田総理と同じようにですね、いや全くそういうつもりはないと、MMT を採用するつもりはないと、こういう答弁だったんで、同じことなんですが、しかしこの MMT を指定されているわけですけれども、 MMT は別にそんなことを言ってるわけじゃないんですね。 MMT の、現代貨幣論というところの一番大事なポイントというのはですね、要するに、通貨供給、通貨供給というのは一体何かということなんですよ。通貨供給というのは要するに、この民間経済にどういう形でお金が増えるのか、預金、現金、これ2つ合わせて通貨ということにしておきますと、この増える仕組みを、MMT はこう説明しているわけですね。一つは、民間銀行がですね、この、お金を貸し出すと。誰かが借り入れを申し込んで、銀行がそのお金を融資すると。そのことによって、この市場に出れ回る預金量が増える。これが、信用創造と言いますが、英語では、マネークリエーションというんですね。マネークリエーション、まさに通貨創造そのものなんですね。そして、もう一つのルートがあって、もう一つのルートというのが、政府が国債を発行して予算執行すると。で、そのことによってですね、民間の、この預金量はまた同じように増えると。で、このことが実は、政府がお金を、国債を発行して予算執行すること、これが実は通貨発行なんですよ。通貨発行権を政府が持っていると言いますけれど、まさに、この通貨発行権を行使することがですね、預金量を増やすことになる、通貨量を増やすことになる。これは当たり前の話ですよね。で、この当たり前のことをですね、MMT は、この言っているだけで、取り立てて何か特別な理屈を持ってきているわけじゃなくて、実際に、金融の現場で行われていることで、金融の現場の人なら、このことはみんな知ってるわけなんですよ。で、つまり誰かが借り入れをして、それを、借り入れをしたすることによって、通貨量は増えるということは金融関係の人なら、誰でも知ってることです。ところが、そのことをですね、経済学者、それからマスコミ、政治家、こういう方々が実は案外知らないわけなんですね。そして、その分かっていない現実の中でですね、つまり経済学者とかは言ってるのは何かというとですね、つまりもともと通貨というのはですね、金が元になっていましたから、金の保有量が通貨の量になるわけですね。
で、それで、金貨で取引をすると重いし、この運ぶ時のリスクもありますから、これはじゃあ銀行に預けておこうと、で預かり証という形で実は、紙幣というのができてきているわけですよ。で、そして預かり証ですから、いつでも、金と交換できる、まあ、これが実は、この貨幣というものだというふうに、今の経済学者も思っているわけです。そして、そういうことの前提でですね、経済学の理論というのは作られている。ところが、つまり、通貨の量は一定で、その金額をですね、この無限に使うことはできないと。ですから例えば、政府がお金をですね、国債発行して、どんどんお金を使っていく、政府の方が使うと民間側が使えるお金が少なくなる、まあ、これがクラウディングアウトという、まあ、説なんですね。つまり政府がお金を、独り占めしちゃうと民間がお金使えない、そして民間がお金使えないから借りようと思うと民間は高い金利を払わなくちゃならなくなる、で経済がそれで破綻してしまうと、まあ、これがクラウディングアウトと言われる現象だと言われてますけれども、こんなこと実際起きないわけですね。この通貨の発行は、別に金貨の量とは関係ないわけですね。で、もっとも、これ昭和20年代、昭和20年まで、第二次大戦前まではですね、日本も、実は、金本位制というのをやっていましたから、この予算を立てようと思ってもですね、なかなか国債を出すことができなくて、結局ですね、大変な不況に陥ってしまったわけですけれども、まあ、その反省から、金はですね、金本位制はやめたわけですよ。で、ですから今の現実の社会というのはですね、まさに、金貨金本位制でやってるような取引は現実どこにもない。最後アメリカが1970年代、このベトナム戦争で、莫大な戦費を使いましたから、アメリカはもともとドルはこれ金本位制だったんですね。で、ところがその金本位制だと、金貨と交換することになるけれども、それだけのお金がないということで、アメリカも、実は金本位制をやめています。ですから、かつてはですね、1ドル360円で、アメリカのドルと交換できて、アメリカのドルを持っていけば今度は金と交換できたということで、結局日本は金本位制を取っていなかったけれど、このアメリカが金本位制を取っていた時代は、為替レートがですね、アメリカのドルと固定レートでありましたから、事実上金本位制のような形にはなっていました。ところが70年代以降はですね、今言ったように金本位制ではなくなっているわけです。そして為替はどうなったかというと、結局変動為替相場になって、管理通貨制度ですよね、お互いの経済状況需給関係によって為替の金が値が変わってくるということで、まさに、金とは全く無関係の、形で経済が動いている。しかし現実の経済学はですね、その金本位制のままになっている。で、そこで、MMT が言い出した、信用創造によってですね、通貨というのは、供給されているんだというのはですね、これ当たり前の現実であるにもかかわらず、いわゆる経済学の理論というのはですね、それに追いついていないわけなんですね。で、それに追いついていない状態のままで、財務官僚などもですね、経済政策やっています。そしてそういう答弁、こういう質問があったとき、答弁書くのは財務省が書くわけですけれども、その誤った金本位制の下での前提で、彼らは政策をしようと思いますので、MMT 理論によって現実の社会で動いているにもかかわらずですね、対応できないわけですね。まあ、結果的に、安倍総理も岸田総理もですね、MMT を採用するつもりはないとか、取っていない。ということを言ってるんですけれども、実は取っているわけなんですね。取っているというよりも MMT と言わなくても、要するに信用創造によって通貨供給、預金創造をしているわけですから、現実問題ですね。そのことを MMT が、現代の貨幣というのは信用創造によって作られているんだということを言っているに過ぎないわけで、これ別に MMT の学者がですね、導き出した新しい理論じゃないんですよ。金融の常識に立って通貨供給、通貨発行、これを考えてみると、こういうことになりますよと。金貨じゃなくて信用創造に作られている。
まあ、それだけの話でありますから、MMT を採用するとか採用しないとかいう話じゃないんですね。この問題は安倍総理も、なかなか理解してもらえませんでしたけれども、ようやく、なるほどという形で我々の財政政策検討本部の最高顧問になっていただいてますけれども、岸田総理にも、いずれですねこの事実をしっかり認めていただいて、財政政策やってもらわなきゃならない時になると時が来ると思っています。今日はそういうことで、MMT に対する、誤解がまだ広がっていますけれども、 MMT というのは信用貨幣論を言っているに過ぎないということをぜひご理解いただきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。